今月美女池田エライザを紹介します。池田エライザは日本の女優、歌手、ファッションモデル、映画監督であり、彼女は非常に才能があります。池田エライザ、フィアリピンで生まれ、日本語、福岡県。池田エライザの父親は日本人、母親の祖母はスペイン出身、祖父はフィリピン出身、マザーはシンガー、でモデル。2009年、ファッション誌、ニコラ、新潮社、第13号、ニコラ、モデル、オディシオン、で、グラ、ニプリ。同年10月から池田エライザ名義で、専属モデルとしてのイベントがスタート。ラデルとして活動する傍らで、買い入れ初より女を目指し、オーディションを受けては打ち続ける日々を過ぎ越す。人気の池田エライザは、モデルとして生まれた日系フィリピン人モデルで、当時、日本のネチズンから神の胸と称賛され、その後、素晴らしい演技力で多くの忠実なフォロワーを獲得しました。スタイリッシュな顔立ちの池田エライザは、わずかに16歳、身長170cm の独特の気質で、多くのファッションブランドのパートナーとなっています。彼女のデビュー作で、2020VOGUE:PLUM:AWARDS のベスト、ニュー、GIRECTORAWARD を受賞しました。池田エライザ、左利き、読み、好きであり、学校では放送委員会やず、おいていた。池田エライザ、作家を志したともある、リス、を読む、きっかけになった作家は赤川次郎で。では、これでこのビデオは終わりです。チャンネル登録やいいねを歓迎します。また次回お会いしましょう。